メタンフェタミン、メタンフェタミンは、アンフェタミンの窒素原子状に、メチル元が痴漢した構造の有機化合物である。関節型アドレナリン受容体刺激薬として、アンフェタミンより強い中枢神経興奮作用を持ち、依存性薬物である。日本では、商品名ヒロポンとして販売されているが、限定的な医療、研究用途での使用に厳しく制限されている。また、 強い中枢興奮作用及び精神依存、薬剤体制により、反社会的行動や犯罪につながりやすいとされるため、日本では覚醒剤取締法を制定し、覚醒剤の取り扱いを行う場合の手続きを規定るとともに、それ以外の流通や使用に対しての罰則を定めている。日本語では、シャブ、エス、スピードなどの属称で呼ばれる。 流通規制の対象となった商品名をそのまま流用したヒロポンも使われている口実のヒロポン三章。英語ではアイス、メス、クリスタルメスなどの属称がある。諸言語における属称としては中国語、フランス語、イタリア語、フランス語が挙げられる。衣装、氷の女王、1893年、明治26年、日本の薬学者、永井長吉により、 エフェドリンから合成されて生まれた。1919年、大正8年、小型明が、その結晶化に成功した。合成に成功した当時は、覚醒剤作用は発見されていなかった。第二次世界大戦当時には連合国軍と数軸国軍の双方で、航空機や潜水艦の搭乗員を中心に、指揮工場や疲労回復の目的で用いられた。 21世紀初頭の近年、世界各国において、その蔓延の急速な進行が確認されており、一例として、アメリカ合衆国では、最も危険なドラッグとして、語られるものとなっている。中枢神経を刺激して覚醒させる作用があるため、医療用途としては、うつ病、精神病などの虚脱状態や、各種の昏睡、市民状態などの改善、回復に用いられる。 小胞体へのドーパミン貯蓄を阻害して、シナプス前細胞の細胞質におけるドーパミン濃度を上昇させるとともに、ドーパミントランスポーターを逆流させることにより、神経終末からドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンなどのアミン類を有利させ、間接的に神経を興奮させる。さらに、モノアミン酸化酵素の阻害作用によって、シナプス感激におけるアミン類の濃度を上昇させる。 作用を合わせ持つ。メタンフェタミンの反復使用は、ドーパミントランスポーターや、ドーパミン D 受容体を減少させる。抗生物質ミノサイクリンの全投与と併用によって、ダットの減少や D 受容体の減少を抑えることができる。不安、興奮、頭痛、不眠、手の震え、動機などが起こったり、味覚の異常や、人麻疹などの過敏症状が起こることがある。 覚醒剤精神病、容量用法から逸脱した乱用によって生じる幻覚妄想状態を主とする精神病状態。覚醒剤精神病の妄想は、関係妄想を中心に、被害、追跡、中殺、嫉妬妄想からなり、幻覚は幻聴が主である。日本国内における薬物事犯では、覚醒剤関連での検挙が最も多い。 2007年には1.2万人が覚醒剤自販で検挙されている。乱用開始から依存に至るまでの期間は約30ヶ月とされており、メチルフェニデートの平均9.2ヶ月と比較すると長い。物質依存の形成は個人の置かれている環境に大きく影響を受けるが遺伝的要因も関係している。メタンフェタミンでは双子を用いた研究により遺伝的要因は 約4から7割程度と考えられており、メダンフェタミン依存に関わる遺伝子を明らかにすることで、メダンフェタミン依存の分子神経生物学的理解を進めるべく研究が行われている。メダンフェタミンの精神的依存は他の依存性薬物と同様、報酬系が大きな役割を果たしている。報酬系は中脳腹側皮蓋タヤから、 側座お及び前頭葉皮質に投射する A 重神経と呼ばれる中脳変炎、ミン神経系からなる。この神経の興奮による神経終末からのドパミンの有利に引き続き、側座核のドパミン濃度の上昇が起こり、これを心地よいと感じる。メタンフェタミンは種治の気候により、側座核局所で作用することによって、動部位のドパミン濃度を上昇させ、 報酬系を復活させて、依存を形成する。抗生物質ミノサイクリンの全投与により、覚醒剤、特有の高揚感が阻止され、精神依存を抑制したとの研究報告がある。しかし、高揚感を感じなかったにもかかわらず、再使用欲求に変化がなかったとの報告もあり、覚醒剤の習慣性、身体的依存が示唆される。ミノサイクリンは、ドーパミン拮抗作用が示されておらず、 覚醒剤などの多効感、高揚感は、ドーパミンと無関係であると示唆される。薬剤耐性菌を生む問題があり、感染症においても適正使用が言われ、感染症でもない状況での抗生物質の不適切使用は今しめれる。ヒロポン、とは、大日本製薬、現、大日本住友製薬によるメタンフェタミンの商品名であり、同社の登録商標。 第364,236号の位置である。成分名は塩酸メタンフェタミン。材径はアンプル及び錠剤である。ヒロポンの名は、疲労をポンと取るにもかけているが、英文綴りに見られるように、キリシア語のピロポノス、労働を愛するを由来としている。日本では大東亜戦争以前より製造されており、除菌サトル製剤として販売されていた。 その名の通り、疲労倦怠感を除き眠気を飛ばすという目的で、軍、民で使用されていた。当時は、メダンフェタミンの副作用がまだ知られていなかったため、規制が必要であるという発想自体がなく、一種の競争剤として利用され、三天堂、ホスピタニアオノ薬品工業、ネオパンプロンなど、同業他社からも販売されていたが、その中でも大日本製薬は最大のシェアを得た。 こうしてヒロポンはメダンフェタミン系だけでなくアンフェタミン系も含む覚醒剤の代名詞となった。当時の適応症は過度の肉体及び精神活動時夜間作業その他水気状況を必要とするとき疲労二日酔い乗り物酔い各種憂鬱症であった。帝国陸海軍では長距離飛行を行う航空兵などに支給されている。ヒロポンの注射薬はアンホルモンと呼ばれ、 B-29 の迎撃にあたる夜間戦闘機隊員に投与された。中には一晩で5機の B-29 を撃墜した例もあった黒鳥次郎を参照。ヒロポンは本土決戦兵器の一つとして量産され終戦時に大量に備蓄されていた。日本の敗戦により帝国陸海軍の備蓄品が一気に市場へ流出すると酒やタバコといった嗜好品の欠乏も 相まって、人々が精神を高揚させる、手軽な薬品として蔓延した。その薬物依存症者すなわち、ポン中、ヒロポン中毒者が大量発生し、中毒患者が50万人を超えるなど社会問題となった。加えて、中毒者が行う不潔な注射器の使い回しは、ウイルス性肝炎の伝染機械を増加させ、輸血後肝炎が感染拡大する原因となった。 この時期芸能界にも蔓延し、多くの芸能人が乗用していたことが、後に明らかになっている。当時芸能界で活動したコロンビアトップが参議院議員に転身後国会において、ヒロポンが蔓延した、当時の芸能界を証言したことがある。1949年、昭和24年、厚生省はヒロポンを劇役に指定、製造業者に対し、 覚醒剤としての製造を禁止するよう勧告し、1951年、昭和26年に、覚醒剤取締法を施行したことに伴い、日本国内では、限定的な医療、研究用途での使用を除き、覚醒剤の使用、所持が全て禁止されている。2018年、平成30年現在、処方箋医薬品として、ヒロポンジ ヒロポン注射液の2種類が製造されており、都道府県知事から使用期間の指定を受けた医療機関からの注文に対応している。また翻訳品に関しては、製造業者から使用期間までの流通過程、使用した患者までが放送単位で記録保管されるなど、他の医薬品とは別格の厳しい管理がなされている。医師法第22条で、 医師に処方箋の交付が義務化されているが、覚醒剤を投与するときには、例外的に処方箋を交付する必要がないとされている。また、医師が自身に覚醒剤を自己処方することは禁じられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。